はい、すごい。なんてチャンネル。あの、はい、聞かない方がいいかも。皆さん、おはようございます。現在、私は名栗方面に向けて走っています。今回は棒の霊に登っていきたいと思います。参考の最後には、サワラビの湯に入って入りたいと思います。今日は前回と打って変わって、おじさん一人の地味な参考になると思いますが、よろしければ最後までお付き合いください。まずはサワラビの湯駐車場に車を停めさせていただきたいと思います。駐車場に到着です。結構混んでんな。今日は平日ですが、人気な山だけあって結構登ってそうですね。それでは出発したいと思います。少し歩いて有馬ダム到着しました。この有馬ダムもいいですよね。水が少なめでもいい感じ。この登山道まで有馬ダムの脇を歩くんですけど、これで結構気持ちいいんですよね。いやここから登山道ですね。それでは早速登っていきたいと思います。ここにも車は数台止めれます。出発します。やっぱり登山者さん多いですね。人気のコースですからね。この辺は2年ぐらい前にプンさんがこけた辺かもしれないですね。この辺りはボーノレー独特のゴルジュ帯でしたっけ。なんか雰囲気ありますよね。この滝は天狗の滝というみたいですね。林道に出ました。それでは林道をまたいで先に進んでいきたいと思います。登山道に、これは何の骨ですかね。動物の頭だと思います。そして岩竹石ですね。岩竹石にたどり着きました。すごいね、岩竹石。なんか登れそうだけど、いや、ゴンジリ峠の方目指して歩いていきたいと思います。ゴンジリ峠ボーノレですね。行きます。ゴンジリ峠に到着しました。ここをまっすぐ行けばボーノレ、大した距離はないと思います。それでは行きます。思ったほど霜が溶けてぐちゃぐちゃになったりしてないようなので、結構歩きやすかったですね。ここまでは頂上手前はやっぱりぐちゃぐちゃしてきましたね。この辺は気をつけて歩いた方がいいと思います。ボーノレ969m 到着しました。たまにはツイッターに画像をあげよっか。こちらは976mになってますね。あっちは969m。どちらが正しいんだろう。ちょっと
お茶飲んでほっこりしたいと思います。はい、すごいなんてチャンネル聞かない方がいいかも。全然山登り初心者です。あ、そうなんですか。初心者だから、はい、見たい。ふん山っていうチャンネルなんですけど、ふ、ふ、はい、ふん山、ふ、今電波あるかな、はい、あ、ないな、電波入んないんだよ、ね、はい、一回でふん山です。はい、ふん山、パピプペポのプでプンプンプン山、プン山、プン山、あ、ひらがなです。あ、当てる当てる。多分参考にはならないと思います。全然。参考にするとかじゃなくて、ね、見れればいい。もしよければあのこれあのあお菓子、あ、ありがとうございます。ドライフルーツ。あ、ありがとうございます。可愛いこれ。はい、失礼します。今ちょっと喋りも入っちゃったんですけど、はい、あの映さないんで喋りはあの。大丈夫ですかね、使っても。はい、使っていいですか。大丈夫です。じゃあ、はい。じゃあ、失礼します。それでは、そろそろ下山していきたいと思います。この後は、さわらびの湯で、温まっていこうと思います。ごんじり峠、到着しました。岩岳石まで下ってきました。今日は、行きで歩いた道をそのまま帰りたいと思います。なんかこの辺の風景はとっても癒されます。登山口まで下ってきました。今日もいい参考ができました。それでは早速靴を脱いでお風呂の、ああ、それでは早速靴を脱いで温泉の準備していきたいと思います。温泉の支度できました。それでは早速行ってきたいと思います。よいしょ。